ミュージアム・オブ・アーツ・デザインは、ニューヨーク・シマンハッタンにある、粘土、ガラス、金属、繊維、および木材などの様々な媒体による、現代的な手工芸品の収集、保存、研究、および展示を行う施設である。この美術館は、年間30万人の来場者を受け入れるが、展覧会、公共奉仕活動、および現地外でのプログラムを含めると事実上その2倍の、 来場者がある。1956年に、アメリカンクラフトカウンシルによって、特殊化、アイリーン・オズボーン・ウェップと共に、ミュージアム・オブ・コンテンポラリー・クラフツとして設立された。1986年、アメリカンクラフト・ミュージアムと名称を変え、40ウエスト・モサード・ストリートに移転した。2002年、再び名前を変え、現在のミュージアム・オブ・アーツ・デザインとなった。 2008年、現在の位置であるニコロンバスサークルへ移転した。世界で初めて嗅覚アート部門を設立し、香水の香りをアートとして展示する展覧会を行った。ニコロンバスサークルに建てられたエドワード・ダレル・ストーンによる元々のデザイン2008年のミュージアム・オブ・アーツ・デザイン現在の新しい所在地は5000平方メートル以上の面積で以前の3倍以上となった。 有名アーティストから新進のアーティストまでの作品を展示する4回分のギャラリー、講義、解説や上映、パフォーマンスが行われる150席のホール及びレストランなどが敷地内にある。宝石の研究センター、マルチメディアで以前の展示物を配信する教育センター、学生向けの体験授業及び芸術家が制作活動のために滞在する3つのスタジオがある。 ありがとうございます。